これは魚の力とバクテリアの力を借りて育てている高麗人参のスプラウト栽培の様子です。餌を食べた魚が出す排泄物を水中に住んでいるバクテリアが分解し、液体肥料の代わりになる天然の栄養分を作り上げています。魚とバクテリアが作り上げた天然の栄養分、それを高麗人参が根っこから吸い上げて緑色の新芽を発芽成長させていきます。この自然循環が行われるおかげで、化学肥料、液体肥料を使わなくても高麗人参の新芽がまっすぐ長く伸びていき、最後には葉っぱが開き種までつきます。水と光、魚とバクテリアが作り出す地球と同じ自然循環の流れをアクアポニックスと呼びます。アクアポニックス、皆さんもやってみませんか？